長野市信州新町で4月の観測史上最も高い気温になるなど暑い一日となりました。上田市では花桃が一気に咲き進み、見ごろが終盤を迎えています。まるで桃源郷のような華やかな景色。上田市竹志寄地区の街道沿いおよそ4キロにわたって植えられた2000本の花桃です。すごい綺麗で、山も良かった。すごい綺麗で、楽しかったです。ミックスのやつがあって、それが綺麗でした。色はピンク、赤、白、そして同じ木に2色花を咲かせる咲き分けも。地元住民が1989年に結成した花坂じいさんクラブが育ててきました。今年は15日ごろ咲き始めたそうです。やっぱり例年よりも5日ぐらいは早いね。これが連休っていうか5月のね、2、3日の風情っていうことだね。例年の1回4日しか見れないかなと。県内各地の今日の最高気温は信州新町で 30.8 度と7月下旬並みに。4月の観測史上最も高い気温を2日連続で更新しました。その他も長野で 29.7 度、上田で 28.1 度など真夏日に迫る暑さとなりました。